的心なんて掲げてるよな。実際自分は死んでもよくて、周りが死んだら悲しくて、それが嫌だからっていう栄光なんでさ。他人が生きてもどうでもよくて、誰かを嫌うこともファッションで、それでも平和に生きようなんて素敵なことでしょ。仮面の先では誰かが死んで、それを嘆いて誰かが歌って、それに感化された少年がナイフを持って走った。暗い街に嫌われている、価値観を絵を申し続けて、いつも誰かを殺したいのとも簡単に涙で流した。嫌われ街に嫌われている、カリカリして死にたいだとか、カリカリして命を見て、僕らは命に嫌われている。金がないので今日も一日中波を犯する。生きる意味なんて見出せず、無駄を自覚して息をする。寂しいなんて言葉でこの傷が表せていいものか。